開催ぐすよ中がなびら三線広め隊員のこむやいりん密室調て歌うみせびる、中のうちのあやまたひくないでいた。 こんにちは、皆さんこんにちは。三線広め隊のこむです。今日の沖縄またちょっと寒くなりましたっていうことを沖縄弁でうちな口で、話しました。おかげさまでですね、私の YouTube マイチャンネルがなんとっていうこともないんですけど50万再生となったので、その記念に動画を一つアップしようかなと。もう最近動画アップするペースが、早くなってきたんですけどね、アップしたいと思います。本当に、2年前に YouTube デビューして、半分顔を隠して、アップしていたんですけどね、あれからもうあっという間に2年になりましたね。そして、今思うと、いろんな思いで YouTube にはアップ実はしていたんですけれども、一つ動画アップするために一人友達が増え、一つ動画アップするためにチャンネル登録が一つ増えというようなペースでですね、本当不思議な、不思議っていうか、ペースで、登録してですね、今日またタイミングよく、200を超えるぐらいの、チャンネル登録もあって、本当にお友達もそうですけどね、嬉しく、思います。チャンネル登録している皆さん、本当にありがとうございます。そしてまたいつもコメントをいただける皆さん、本当に感謝です。もうずっと、毎回のようにコメントいただいてですね、その、皆さんの一言一言の、叱咤激励が本当に大きな励みになりましたね。本当だったらもう下手くそとかね、書かれコメントが入っても全然おかしくない、スキルなのに、本当になんか嬉しいなと、思います。そして、私がもう三線始めて2年になるんですけれども、本来だったら楽しいとき、嬉しいとき、気分がいいとき、三線始めた方がいいとは思うんですが、たまたま私の場合は悲しいとき、嫌なことが続いたり、辛いことがあった、そんなタイミングがスタートしたのが2年前だったんですよね。そんなタイミングで、三線を始めて、ちょうど、今は沖縄に住んでますけど、横浜、沖縄行ったり来たりして、とっても忙しいときもありましたけどね。もう母親が、もう危ないよって言われた時に、そんなタイミングで三線を弾いていたので、いつも、なんか海でなんか楽しくっていうよりもなんか寂しくっていうか悲しく三線を弾いていたような気がしますね。ちょうどその時のもうあの思い出の動画がですね、沖縄民謡「朝ドヤユンタ」っていう、今 YouTube で、インターネットで沖縄民謡朝ドヤユンタって検索するとその動画が出てくると思うんですけどね、あの時の2年前の動画がすごくもうどんな気持ちだったかって、私しか知らないと思うんですけどね、そんな思いで弾いていた動画がすごい、好きですね。歌も間違ってるし、三線も、今もそうなんですけど上手ではないんですけど、でもなぜか、すごく皆さんから評価があって、お気に入りですよとか言われてすごい嬉しいですね。そんな時に、私の三線始めた動機って言いますか、きっかけの、歌詞が、あるので、その曲を今日は記念に50万再生記念動画ということで、弾いてみたいと思います。「娘陣とよ」という曲があります。流す涙なら潮風で消えるよ。辛い思い出は陣とよ。歌で消えるよ。陣とよ、陣とよっていう歌があるんですけどね。1番と5番。まだちょっと三線、覚えたてなんで、うまく弾けるかどうかちょっとわかりませんが、チャレンジしてみます。我如古頼子さんが歌ってますね。個人的なお友達なんですけど、我如古頼子さんの歌で、娘陣とよ。お聴きください。人とよ、生
それてよ人魚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 よ流す涙なら潮風で消えるよ辛い思い出は人魚よ歌で消えるよ人魚よ松でした。まだ、歌詞も全部覚えてないんであれですけど、今度全部覚えたら再チャレンジしたいと思います。本当に二平レベルありがとうございました。またやさい。